方ありませんわ。みんな顔見知りのようなものですから。そうそう、なんとなく覚えてるもんね。そうでしょ。友達がいなくて一人で寂しくお昼を食べるよりは全然いいじゃない。そうそう、感謝しとまえ。それに緊張感がないなんて言ってられませんよ。学園祭の準備があるんですから。半分強制参加みたいなもんじゃない。大丈夫じゃないの。わかんないよ。実は彼女は対立する学園から送り込まれた超スパイでね。現実と妄想をごっちゃにすんな。それよりとっととご飯食べたら。目は先生休みやから実習に。こら泉、何しとんのや、はよせ。どうか助けるね。絞ったのですが、やはりそれでも。っていうか、こんなにあったんだ。この10分の1ほどしか見てないような気が。資料はお渡ししましたよね。記憶の彼方に消えてるかも。部屋のどこかに。
しょ。このバカを見習っちゃダメよ。特に何もありません。今日はこのまま解散です。他の学年の方にどうしてもと言われて。よし、今日は遊ぶぞ。今日もの間違いでしょ。けど久しぶりに早く帰れるわね。そうしてください。明日からよろしくお願いしますね。相談したいことがあるのですが。私にできること？っていうか先輩じゃなきゃ無理っす。ってことは何？コスプレ？それともアニメ？学校だからアレゲー系はなしね。ごくごく一部でね。そんなことないもん、超メジャーだよ。嘘言いなって。あれはマイナー、マイノリティ。だったら市場調査だ。メイド喫茶って知ってるよね。私もなんです。行きたいんですけど、でもその勇気がなくて。それは少し脚色しすぎでは。元からずってとこだね。そうなの？明らかにやりすぎだと思うんだけど。メイドスキーたちにはフィルターがかかってこんな感じに見えるんだよ。まあメイドのことなら私に任せて。みんなを立派なメイドに仕立ててあげるよ。それにゆうちゃん、需要があるし、メガネとか二色素つけたらやばいかも。なんで？ほら、
余計なこと教えんな。ゆたかちゃんが汚れる。そんなことないもん、ロリックメイドの爆誕だもん。だって目の喫茶のことなの。ちょっとイライラあって、実はパソコンのことなんです。うまくネットにつなげないんですよ。ランは無線、ケーブル、あとプロバイダーは？とにかく PC をチェックしてからかな。ごめんね、お姉ちゃん。気にしないでいいよ、大したことじゃないし。ありがとう。それじゃあ、お願いできる？了解。んじゃあ私、ゆーちゃんとこに行ってくるから。ネットで感電しないから。どうして？ああ、帰りながら説明してあげるわ。みんな、行こっか。
というわけで、今日から準備を手伝ってもらうわけですが。演劇をお願いします。加賀美さんのクラスと合同で行うイベントなんですよ。脚本は私の友達、監督はみゆき、私も役者で出てるよ。私も結構楽しいよね。私は道具係なの。小道具担当だよ。私は監督兼進行係です。はい、思う以上にきついです。補佐してくれる方がいるととてもありがたいのですが。私もあと一人欲しいよ。そうしていただけると助かります。ありがとうございます。本当に助かります。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。あとは永森さんとお話しするだけなのですが。いないよ。寂しくないのかな。よそのクラスに友達がいるとか。転校したてなのに。そっか、だったら人見知りするとか。もしくはこっそり携帯ゲーム機で遊んでるとかね。自分と一緒にすんな。そのぐらいの分別はつくよ。今日は持ってきてないもん。今日はってことは何？たまに持ってきてんの？いや、まあ借りてやめられないじゃん。チャイムだ。じゃあまた放課後ね。了解。あれ、永森さん戻ってるよ。あの子？不思議な方ですよね。それよりも学園祭のお話をさせていただかないと。私呼んでくるよ。ちょっと待ってて。
いい？私、C 組の柊香神。妹の司がこのクラスなの。知ってるわ。え？なんか言った？なんでもない。それより何？ちょっと時間いい？学園祭のことで相談があるの。断るわ。私には関係ないもの。そんなことないわ。クラスみんなでやることでしょ。じゃあ私はいないものと考えて。何それ、ちょっと無責任すぎない？責任なんて最初からないわ。話は終わりよ。終わってないわよ。あんた何様のつもり？別に見たままよ。いい加減にして。私をバカにしてるの？お姉ちゃんどうしたの？喧嘩はダメだよ。わかってるわよ。けどこの子が。落ち着いてください。二人のお話は聞いてました。事情は分かってますからね。ナモリさん、面倒なのは分かるよ。けど手伝ってくれないかな。もう一度言うわ。私はいないものと考えて。鏡が怒るのもやむなし。人を見下したような態度で協力しようともしない。ああもう、あんた最悪よ。好きに思って。けど考えは変わらないわ。ああ、頭きた。もう我慢できない。わよ。けど なんで？なえた。
なんかもう、どうでもよくなったわ。うん、ごめんね。それから、ありがとう。おーい、授業やで。早席つけ。って、ん？なんでヒイラギがおるんや。あ、いや、別に。かがみさん、教室に戻ってください。私からも話してみますから。わかったわ。けど私、納得してないからね。最悪だわ。だから後で職員室な。わかりました。お騒がせしてすみません。いや、面倒ばっかですまんな。大丈夫です、私委員長ですし。ゆきちゃん、私も手伝うよ。そうだもん。私もやるよ。けど、なかなか手強そうだけど。すみません。よろしくお願いします。それでは今日の練習はシーン15をメインに行いたいと思います。
場合ないって。演技に気は必要ないもん。ないわよ。別にそのまあありがとうじゃなくて、とか小道具は今はなしで OK。 ただどこに何を置くかをテープで示してくれる？おお、いい仕事っぷりだね。任さないの。結構本気なんだから。ごめんね、お姉ちゃん。気にしないで。傘はちゃんとやってるよ。ありがとう。最初に打ち合わせをしましょう。最初は道具係さん、お願いします。はい、必要な道具は衣装とカツラはなんとか、残りはまだいっぱいです。お手伝いお願いします。もっと気楽にすれば、同い年なんだしさ。あんたはだらけすぎよ。セリフは覚えてきたの？あまり期待はしないでよ。
とう、泉さん。で、どんな案があるの？ええ、少しヒロインの数が少ないから新たにキャラを出そうと思うの。うん、で、どのキャラを出すの？このキャラを出そうと思うの。じゃじゃーん。行きましょう、バルディッシュ。いらっしゃいませ。さあ、ライディ。それって、ナノハの…フェイトちゃんよ。劇ってなんだっけ？フェイトだけど…それって、フェイト違いじゃん。あ、ごめんなさい。私ったらつい…やれやれ、先が思いやられるよ。だから、あとついでに泉たちも呼んでこい。天原先生、入るで。あれ、桜庭先生もおったんか。うん、例の件を相談しててな。なんや、うちと同じか。まあ、ことがことやし、当然か。それより、黒井先生、後ろの子たちは？学園祭の実行委員や。例の件を教えておこうもだな。
いいのか？不安を煽るだけかもしれんぞ。そうかもしれへんけど、なんかあってからパクるのもきついやろうし。それに委員長の宝はむっちゃしっかりもんや。うちが太鼓判押すで。先生のなんか逆に信用なくなるかも。やかましい。殴るで。もう殴ってますよ。体罰反対。ちゃうちゃう、これは愛の無知や。ネトゲーの延長戦や思え。あの、それでお話とは。ああ、すまんすまん。なんていうか、まあ、いろいろあってな。せや、なんやと思う？可能性もあるな。嘘、本当ですか？あくまで可能性や。ただ犯人が本気なら中止するしかないやろな。先生、どういうことですか？他言はしません。教えてください。先生、あれ持っとるか？メールのプリントアウトか？だったらほら。おきに、自分らこれ見てくれ。すごく大きいです。なんやそりゃ。気にしないでください。ただのネタですから。出した人は白の騎士団？へえ、大臣さんなんだ。じゃないわ、ただのバカよ。犯罪者のくせに格好つけんな。ですね、文面も少しお芝居がかっているというか。せやから狂言なのかマジなんかいまいち判断できへんねや。多分生徒のいたずらだと思うのだが、しかし本気だった場合が怖くてな。学園祭を中止しなかった場合は当日正午に C4 爆弾カララを爆発させるか。すごいね、花火の代わりかな。つかさ、ちょっと黙ってて。とにかく立ちが悪いっていうか、とんだ事件ね。せや、だからお知恵拝借や。この件どう思う？
賛成。いたずらにしても度を超えてるわ。だね、ここはビシッとやっとかないと。その気持ちは嬉しいけど、危なっかしいことはなしな。その通り。何かあれば連絡すること、分かったな。それから怪我をしないように、みんな注意してね。わかりました。何かあれば報告しますので。あ、そろそろ戻らないと。よろしいでしょうか。ああ、悪かったな。ほなら、よろしゅう頼むね。うん、いいね、この雰囲気。なんだか、盛り上がってまいりました。変な言い方すんな。けど気分悪いわね。どうしてあんなことするんだろう。嫌なことでもあったのかな。でしたら実行委員会に行っていただければありがたいのですが。後ろめたいことがあるんでしょ。ほんと最低だわ。それより早く体育館に戻りましょう。峰岸さんたちをお待たせしてますし。それに練習しないとやばいしね。あ、どうしよう。どうしたの？トイレ？じゃなくて、必要なものを思い出したの。赤色のペンキが切れちゃってて。空き教室なの。場所はね、なってるし。
ネタきた。それでイベントバッチリです。ひよりよかったですね。そうだね。でそんなわけない。全然よくないよ。問題を解決してないし。されちゃうのかな。そんな時は一緒です。 I'm together。 ありがとうパトリシアさん。あなたとなら怖くない。どこに？宇宙とか？なるほど、その手があったか。宇宙に逃げろ、ケミタイやろ。あなたは
ところに誰もいないと思ってたのに。どうやって忍び込んだね。じゃあ私たちの話は。私たちにもプライバシーがあるっす。訴えて裁判す。裁判で逆転っす。その間に通報すか。私たちを犯罪者にするつもりっすね。自分の誇りを守るために立ち上がった騎士、城の騎士団。